石橋づくり昭和17年は、日本の農民、政治家。元鳥取県安群大五門村長、同村会議員、同信用組合理事。農業。元参議院議員、第39代鳥取県知事の石場次郎の父。第46代自由民主党幹事長の石場、茂の祖父。 鳥取県八頭郡大五門、村尾和殿の農家に生まれた、石松根七の長男。高等小学校卒業後家業たる農業に従事、したが、明治27年早草村役場初期拝命。明治28年大御門村役場に転じ明治33年、辞任。明治35年村初期復職。 若い時から他に先駆けて山を開いて二十世紀なしを作ったり、五所垣を植えたり、三種の製造をやったりなどをしていた。しかしどれも成功とまではいかなかった。十分学校を教育を受けていなかったせいか、子供の教育には特に熱心だった。自分でも英語の講義録を取ったりして勉強した。明治四十一年代五門村長に選ばれた。 昭和17年死去。石場二郎本署馬屋橋警察署長の清掃。改装録石場二郎追想編707ページ。石場二郎の年譜には、昭和16年1月19日、父、死づくり死去とある、ABCDEFGHIJKLMN、OPQRSTU、稲葉人事更新録の部32。ありがとうございます。